世界でデング熱が急増している中、タイではデング熱の患者数が昨年比の 380%。 行動制限がなくなり、海外からの人の流れも増え、2014年の代々木公園閉鎖を思い出させます。室内、屋外ともに早めの対策が必要ですね。100円ショップで購入したエアコン排水ホースキャップです。キャップはいくつか種類がありました。ずいぶん前ですが、天袋に入っていくゲジゲジを見かけ、しばらく天袋が開けられないというトラウマが。侵入箇所が分かりませんでしたが、まさかエアコンの排水ホースから虫が入るなんて、想像するだけでも恐ろしいです。きっといろんな虫たちの侵入口になっているんでしょうね。こちらは業務用虫コナーズスプレータイプです。窓ガラスにスプレーするだけで虫除け効果約2ヶ月、レビュー欄でも評価が高かったので期待して購入。適用害虫はハエ、ユスリカ、横ばい、羽あり、ハリ、カメムシ、クモ、ムカデ、ゲジ。このラインナップ入力しているだけで辛いです。昨年からベランダ菜園を始めたり、干し野菜を作ったりと、今までと様子が違う我が家ですが、都心のアパート暮らし、身近にこんなに虫がいたとは驚きました。過去のこちらの動画で大量に発生したハエ、黄色いハエ取りシートは効果てきめんでしたが、室内では役に立ちませんでした。窓ガラス、網戸の隙間、こちらからも侵入するようなので、この問題が解決できそうです。備蓄品が増え、通気性が悪い我が家です。花粉の時期は朝、空気を入れ替えた後湿っぱなし。そんな中、アレルギー体質の私は皮膚炎発症。きっかけは花粉ですが、ちょっとダニも疑っています。アトピーの患者さんが勧めている動画で知り、こちらのダニ取りシートを購入しました。おびき寄せて乾燥退治、閉じ込める天然由来の材料で、子供やペットにも安心とレビュー欄で評価の高い商品です。効果は約3ヶ月なので、ダニが急増する6月から8月の期間、セット内容は様々、しっかり対策できそうです。ちなみに100円ショップでもダニ取りシートはあります。こちらは3枚入りで効果は3ヶ月。最近害虫対策グッズも充実してきましたね。ゴキブリ駆除といえば放散団子。子供の頃、母と作った記憶がありますが、その後数回作るも効果を感じられず、市販されている放散団子を使ってきました。この数年ゴキブリは見ていませんが、1匹見つけると100匹はいる、そう言われてる。じ、1匹たりとも見つけたくはありません。ドラッグストアで購入していたものと比べて、こちらの業務用はかなりお得です。効果は約6ヶ月、G が活発な期間、対応できそうです。おなじみの放散団子ですが、1年間効果が維持でき、天然成分 100% ということもあって、価格はちょっと高いですね。いくつか備蓄するには予算的に厳しいですが、見た目がコロッとしていて不快な感じがしないので、玄関先に置いたりしています。業務用サイズもあるようです。過去の動画でご紹介した干し野菜作り、このコバエがホイホイ、これが一番取れました。しかし効果は約1ヶ月とありますが、割と早い段階で中のゼリーは乾燥してしまいます。価格もそれなりなので備蓄するには大変。パッケージも大きいので場所を取ります。昭和生まれの私、商店の店頭に吊り下げられたバナナの横に、このハエ取りリボンは必ずと言っていいほどありました。見た目達成感はありますが、室内で使うには躊躇してしまいます。脱衣室やベランダ入り口付近に吊り下げてますが、相手も頭が良いのか一向に捕まってくれません。なので冒頭でご紹介した侵入を防ぐスプレーを購入。
夏の風物詩蚊取り線香。2014年都内でデング熱が発生し、代々木公園が閉鎖されました。緊張感はあったものの、インドアな我が家蚊とは無縁だと思っていましたが、きっかけはベランダ菜園です。いろんな虫が訪問してきました。コンパクトで自然素材の蚊取り線香、昔の蚊取り線香のイメージが覆りました。優しい香りでこのサイズがちょうどいい。100% 天然成分、生後6ヶ月の赤ちゃんから使用可能なアロマ虫よけスプレーです。エクストラとハッカの2種類ありますが、清涼感のあるハッカを備えています。スーッと爽やかな香りがします。携帯しやすい 50ml サイズもあります。アイハーブで購入した虫よけバームです。2023年6月24日時点でAmazon でも購入できますが、 56g アイハーブ1277円、 Amazon 2970円、 21g アイハーブ812円、 Amazon 1680円、2倍以上の価格です。香りはとても優しくてベタベタせず伸びがいい。個人的な感想ですが、パーフェクトフォーションよりこちらの香りが優しくて好きです。何より携帯するのにとても便利。過去のこちらの動画で備蓄している乾燥ヨモギをご紹介しました。参考にさせていただいている書籍、ヨモギで虫よけする方法が紹介されています。我が家のベランダではヨモギさえも暑さに耐えきれず枯れてしまいましたが、ヨモギが身近にあれば心強いですね。